はい、こんにちは。ウェブビジチャンネル高原です。このチャンネルではウェブを使った集客、ビジネス、SEO、ウェブマーケターとしての仕事を疑似体験できるような動画を作って、皆さんの学びになればなということでお送りしております。今日はですね、サイト運営の専門家はどのような手順で一つの記事、コンテンツを作り上げているんですかというような趣旨のご質問を複数いただいているので、そのテーマでお話ししたいと思います。で、僕自身、まあ、他のところでも言ってるんですけど、まあ、7年ぐらいそのウェブのメディアを運営したり、ブログ運営したり、アフィリエイトサイトを作ったりっていうのをやってきて、記事数でいうと5000記事ぐらいは多分作っています。で、その中でまあ難しいキーワードで上位表示できたこともありますし、まあ、めちゃくちゃこう商品が売れて、個人からこう会社になれるようなフェーズをたどったりとかして、でまあ、そういう成功事例もあれば、逆にこう全くアクセスが来ないとか全く売れないっていうような失敗なんかもたくさん経験してきました。で、今はですね、まあ、それなりにこうベテランというか、まあ、それなりに経験が積んできて、まあ、一応こう自分でももうプロと言っていいかなっていうぐらいこう、まあ、力はついてきたなというふうに思ってて、まあ、ある程度いろんなことをこうコンテンツで狙って実現できるっていうようなことができるようになってきました。ということで、今日はそんな中でですね、経験なんかをお伝えできればいいかなと思ってます。ということで、こんな感じの目次で進めていきたいと思います。では、早速行ってみたいと思います。はい、で、早速一つ目なんですけど、記事を書く前にすることとは、ということなんですけども、まあ、ざっくり、事前の準備としてやることは2つです。で、一つは読者の目的の分析と、もう一つはライバルの記事が提供している解決策、その品質の分析です。で、まあ、要はですね、その読者さんが、記事を見ている目的、コンテンツを見る目的っていうのを理解するっていうのが一番大事です。その目的を理解してない段階で何かコンテンツを作ると、まあ、要はその、聞かれたことを自動で返答してるだけで、本質的なこう悩みの解決になってないっていうようなコンテンツになっちゃうので、それだと喜んでもらえないわけですね。ということで、相手の目的をリサーチする、推理するっていうのが大事です。で、ここはですね、もう例えば名探偵コナンになったつもりだったりとか、もしくはメンタリストになったぐらいのつもりで、読んでる人の言葉というよりその奥の言動ですね、その言動の奥にある本当に解決したい問題は何かっていうところを推理していく、まあ、そういった意味で僕は推理っていう言葉を使うんですけど、それがちょっと一個奥の部分を深掘って考えていくっていうのが大事かなというふうに思っています。で、僕自身はですね、まあ、これは一つの記事を作るのも一つのビジネスを作るのも全く同じ手順だと思います。流行ってるから買ってるだけなのか、その奥に例えばこういう価値観の人たちと同じと思われたいっていうニーズでこの商品を買ってるのかっていう、その一個裏の動機の部分を探っていくことが大事ですね。まあ、この辺はだからビジネスも記事を作るところも全く同じ思考手順でできるっていうところでは、ビジネスの基本を学べるいいトレーニングになるかなというふうに思ってるんですけども、まあ、ちょっとその詳しい考え方とか流れとかちょっと別の動画でもまた解説しているので、一旦そちらを見ていただければなと思いますが、事前準備としては一応そんなことを考えています。はい、ということで、記事作成の時間と全手順ということで、まあ、ここから本題といいますか、僕の記事作成の全手順、その上で、どこにどれぐらい時間をかけているのかという話に進みたいと思います。で、まあ、実はですね、その記事を作るのにかかる時間っていうのはもう本当にピンキリです。ただ、工程は一緒で、一つ目がリサーチをする、2つ目ではそのターゲットの目的を推理する、これさっき言ったところですね。3つ目がライバルのコンテンツ、まあ、提供している解決策を調査する。で、4つ目が自分が提供する解決策っていうものを考える。で、5つ目に記事を作る。で、6つ目に拡散するという流れになります。で、この流れっていうのは共通しているので、記事にどれぐらい時間をかけるかっていうことに対する答えはイコール、まあ、この流れにどれぐらい時間をかけるか、どれぐらい手間をかけるかっていうことになります。まあ、仕事っぽく言うと、まあ、どれぐらい工数をかけるかっていうことを考えるっていうわけですね。
で、まあ、この辺もこう考え方としては、全部やっぱり一つの記事作成も全てビジネスなので、この記事を作ることによって得られるリターンはどれぐらいなのかということを考えます。でこの、そのリターンに対して、じゃあどれぐらいのコストをかけていいのかっていうので、まあ、かける手間の、なんていうんですかね、バランスを考えていくっていう感じですね。で極端な話ですね、まあ、僕の事例というか僕が普段やっている感じでいくと、例えばその、まあ、2時間だけでこれ全部終わらせて、まあ、2時間丸々で3000文字ぐらいの記事で終わりにすることもあれば、まあ、1ヶ月ぐらいかけて2万文字とかプラス画像とか動画もふんだんに入れたものを作るっていうようなこともあるわけです。つまり2時間の時もあれば1ヶ月の時もありますっていうのが結論になってしまうわけなんですけども、ただそうは言うとちょっとこう迷うと思うんで、基本的な概念としてお伝えしておかないといけないなと思うのは、ビジネスにおいてのルールは一つだけで、投資したリソースよりリターンが大きいかどうか、もうそれだけです。まあ要は黒字かどうかっていうことだけだと思うんですね。だから、記事を作って得られるお金とか、記事を作って得られるアクセス、記事を作って得られるサイトの評価っていうようなところをある程度予測して、そこに対して、それもらえるものよりも多くのコストをかけてしまうと、まあ、当然赤字なので、返ってくるものよりも低いもので完成させるっていうような考え方で計算するというか、どれぐらい力を入れようかなというのを判断していくわけです。で、まあ、コストっていうと、まあ、ちょっと大げさかもしれないですけど、まあ、自分で書くなら自分の時間、自分の時給かける自分の時間がコストなわけなので自分の時間になりますし、まあ、画像を人に頼むのであればその費用もかかるかもしれないですし、動画を作るなら編集してくれる人のまあ、アルバイト代なのか外注費なのかまあ分かりませんけど、そういうところのお金かもしれないわけですね。なので、それをどんぐらい投下するかどうかっていうのは、この一つの記事に対してどれぐらいバックが自分にとってあるかっていうのを、まあ、ある程度考えて、まあ、なかなか初心者のうちはそこをねバシッと結論付けることは難しいかもしれないですけど、まあ、そこを考えるのが、まあ、一応僕らがやっているコンテンツ作りの時の工数の見積もりになるわけですね。で、まあ、例えばその僕たちがその本気でコンテンツを作る場合とかは、実際のユーザーさんにアンケートを取ったりとか、専門書籍をいっぱい買ってきてみたりとか、あとはモニターさんにインタビューをさせてもらったりとか、まあ、そういう本格的なリサーチをやったりとかすることもあるわけですね。で例えばまあちょっとパッと今目に入ったので、ロードバイクですね、こういう本格的なバージョンのチャリンコですね、ロードバイクの選び方を解説するのであれば、例えば僕は僕自身がまず試しにいろいろ乗ってみないと記事書けないと思うんで乗りに行くかもしれないですし、僕の場合はこう何年もそういうのを趣味にしているような友達もいるので、ちょっとお酒でもおごるのでいろいろ教えてくれやみたいな感じで一晩飲みに行ったりとかするかもしれません。まあこういうことを考えるとですね、この時間、このリサーチの時間まで全て含めると、記事を書く時間っていうのは例えば1万字書くのに5時間ぐらいでかけたとしても、リサーチには実際1ヶ月ぐらいかかってるよねみたいなこともあります。で、なんでこういう話するかっていうと、この動画を、ね、見てくださってる方に広げていただきたい視野というかで言うと、そのリサーチとか分析っていうと、パソコンの前でちゃちゃちゃってやってふんふんふんぐらいで、終わればいいっていうわけじゃなくて、もう長くやってる人とか上級者の人とか、企業でコンテンツマーケティングやってるような人たちっていうのは、これぐらいやりますよと、これぐらい時間かかることも厭わずやる場合がありますよっていうことを、ちょっとこう視野というか広げる意味で知っておいていただけたらなと思ってお話ししてます。でもちろんみんながみんな全部これをやるわけじゃなくて、ちゃちゃっともうね1時間ぐらいパッて調べて書くこともありますし、なんならもう何も調べずノールックで書くこともありますけど、ただその重要度が高いようなコンテンツの場合は
これぐらい気合を入れてというか、これぐらい上級者とか企業さん の, そのマーケティングやってるような人が一記事に1ヶ月かけるみたいな勢いを出すことがあるっていうことは頭に入れておいた方がいいかなというふうに思います。で、初心者のうちはですね、そのリターンをこう見積もることっていうのはなかなかできないと思いますから、結局ですね、一つ一つの記事に全力を出すっていうのが結局鉄則になるかなと思います。で、まあ、今の検索エンジンって本当に優秀で、まあ、ちょっと言い方きついですけど、そのゴミはゴミ、ダイヤはダイヤっていうのをやっぱ AI が判別できるわけですよね。なので、まあ、雑などうでもいい誰の役にも立たないような記事を100個作るぐらいだったら、1ヶ月かけてでも本当に素晴らしい、本当に人の役に立つコンテンツを1つ作り上げた方がおそらく返ってくるリターンというのは大きいものが返ってくると思います。目の前の読者さんをこう大満足させるような記事を作るために必要なことは全部やるぐらいの勢いでやると、本当に検索に引っかかっていい評価を得られるコンテンツができると思います。で、徐々にですね、まあ、慣れてきたらその手を抜くべきポイントっていうのは分かるので、一旦全力でいいコンテンツを作るっていうのを経験していった方がいいかなというふうに思います。まあ、これはそのやっぱり最初からこういい加減にやってると、いつまでたってもコンテンツの質が上がってないなっていうようなことも結構目にするので、できれば、ソリューションとして、読者さんの解決になるような記事を作ってもらいたいなというふうに思います。はい、まとめとして、一番気をつけるべきところは読者の目的の分析というところで、まあ、記事を書くこと自体は、まあ、タイピングが早ければ1時間ぐらいで終わりますと。で、現に僕自身、例えば今日だと3時間ぐらいで多分8000文字ぐらいこの YouTube の台本とか書いてるんですけど、まあ、これと別の動画の台本も書いてるので合計するとそのぐらいなんですけど、なんかまあ要は書くこと自体っていうのは結構まあパパッとできちゃったりとかするわけです、早くなれば。でもそれより大事なのは、その読者さんが知りたいこととか読者さんが調べてる目的っていうのを分析する、リサーチするっていう、そこが一番時間かかるし一番大変なところになります。で、ここにどれぐらい時間とか労力かけるか、どれぐらい具体的なことをやるかっていうのは、答えにたどり着けるまでっていうのが結論になって、まあ、ネット上の情報で分かるんだったらそれで終わりでいいですし、まあ、飲みに行かないと深く分からないなら、まあ、誰かと飲みに行くかもしれないですし、たくさんの意見が必要ならアンケートを取るかもしれないですしっていうような形で、まあ、とにかく相手が何をしようとしているのかっていうのを知れるかどうかっていうのが肝心かなと思います。で、まあ、ちょっとこの話を聞いてですね、まあ、自分が書いてる記事、別に相手って言われても特にその厳密な相手っていないんだけどなみたいに思った方がもしかしたらいるかもしれないんですけど、それはですね、おそらく、ちょっと危険かなというので、その多分自分の話を一方的にするだけのブログとか、ウェブサイトになってるんじゃないかなと思います。で、企業さんとかお店でも個人ブロガーさんとかアフィリエーターさんとかでもこのパターンめっちゃ多いんですけど、その自分のことをただ自分語りで話してるだけのコンテンツが伸びることはまあほぼないんです。で、これが成立するのは芸能人とかインフルエンサーだけですし、厳密に言うとその人たちのコンテンツも結局手越くんが使ってる〇〇を知りたいっていう読者の目的に合致してるから自分語りが伸びてるわけで、結局は読者の目的を満たしてるわけですね。なので、相手の目的は何か、相手が、調べてることは何か、そもそも相手は誰なのか、ここを整理して定義しないとなかなかいいコンテンツは作れないかなと思うので、一番僕もそこに力を割いています。ということで、ここに、力をかけるので成果が出る方が増えればいいなと思ってお伝えさせていただきました。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。このチャンネルでは SEO だったりウェブを使った集客、マーケターとしての仕事を疑似体験できるような動画を作っていこうと思いますので、よかったらチェックしてみてください。気になること、知りたいことがあれば、コメント欄で教えていただければ、ニーズが多いものがあれば動画を作っていきたいと思います。ということで、今回は以上となります。また次回お願いします。